さ、うん、友達とかのお姉さんさ、うん、まあ将来は入るかもしれないけど、結局4回満床だと思う、だから入るとしたら入れずに行くの話をし入るのが新しいわ、うん、でも、すごいなすごいなご案内いたします。ただいまから補助椅子が使用できますのでご利用ください。サーセージは1つに入るように検討を引き出して開始したので、首の骨の、この脇のところの2番と3番出てたらしい。でもまあ支障ないから重症を利用させてありがとうございます。やってたんだけど、この電車は足の運びがおかしいなと思ったの。平方市で旗の筋が乗り換え、まず足の運びがおかしい。平方市の次は空腹班だけど、普通の筋力がなくて、住所順には10時ちょっとおかしいなと思って、出町柳には10時45分に到着します。安全にとかね、歩いてないけど、優先だけど、でもね、私とはもう以前本当に知らせての安全のことに安全になっている。注意しなきゃなと思った。それで、遅いで帰るとき、帰るからね、横になってる姿が、次の品川市で順急に連絡いたします。南高電車の前から2度目は逆流越しで、少し高めの車内温度になっておりますので、お知らせいたします。お客様にお願いいたします。京阪電車ではここから不自由のお客様や公園のお客様に声をおかけし、鉄道を安心してご利用いただけるよう努めております。ご利用のお客様におかれましても、お配り方を掲げられましたらお声をかけていただきますよう協力をお願いいたします。また目の不自由なお客様で安全希望をされる場合は、ご連絡係員にお持ちください。そうじゃない、で腹水でないかっていうの、腹水されてるのこういう感じはダメだって。でしばらくしたら肩に効くようになって、緊急で往診してもらったんで、これはもしかしたら分からないから、ちょっと時代に薬にもちょっと反射してもいいんじゃないかっていうことで、先生から電話してもらったんで、ここ担当医がいないということで、明日、だから明日どうせみんなで、つまり様子見てくださいって言って、で、次の日行って、入院になったんですね。で、結局こう、3日なんですけど、ゆっくりさん帰ってきたらどうなるんですかね。チャンネル契約かなっていう感じで、でも、もう病院では手の施しようがないから帰るしかないかな。帰るか、かなっていう感じになったら巡回にしまうかな。簡単な木で勝負はあったの。前は良かったなって比べるからかもしれないけれども、前と比べるかな、前は良かったなって病院のバッグだったから、なんかあったらこっちに安定っていう感じで、ベッド空いてないっていう状況でも日常だから開けるとかさ、なんかできるよで、そんな感じでしたんだけど、やっぱり前を
知らなかったら、だって今は新しい人ばっかり入ってるやん、で今しか知らないから、ああしたらいいって、こうしたらいいって、今のやり方、否定されてるのもとっくにもうなって、長い歴史があって、これになってるわけだから、それを、まあ、理解できないっていうの、だからまあ、だからそうなってくると、もともとのスタンスが、違ってくるのかなとかっていう感じで、結局、金融庁の誘導老人ホームですとか。でやっぱり、だからさ2階から4階までは先ほどなったのかな、4階から7階から最初なんでしょ、やっぱり山根健二郎さんと同じ感じのあるの。電話入れてもらわなきゃいけないわ。何時？
ご使用のお客様は一度お立ちくださいますようお願いいたします。便利に対して